こんにちは、トーマです。さあ今回なんですけど、ついに来ちゃったね。やばいわ、今回はやばいです。はい、いつも通り次のイベントの最新情報ですね。いきましょうか。 ZZ ランクも登場、イベント直前の短いやつということで、はい、1月1日から新しいイベントが始まります。今回は山盛りです。早速、まあ短い動画って言ってるんでね、行きましょうか。もう出てくる妖怪から行きたいと思います。次のイベントで出てくる妖怪はこちら、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10体ですね。はい、まあ明らかにね、もうこの左上の方にちょっとヤバめなやつがいるけども、この辺から行きますか。あ、今日はちなみにちょっと丁寧に行きます。はい、ゆっくり行くんでね。まずこちら、このヤバそうなエンマ、かっこいいエンマ、名前は暴走エンマというっぽいね。はい、暴走エンマで、最初に言ったようにこれのランクが ZZ ついに登場という感じです。まあおそらく最強なんじゃないかなといった感じで、まああとでね、入手の方法とかね、そういうのもちょっとね説明していきたいと思います。とりあえずこの暴走エンマが ZZ で、このカイラね、カイラがおそらく Z ランクです。はい、まあ Z ランクはもう今までね当たり前になってきてるけど、その Z ランクプラス暴走エンマの ZZ もいるといった感じでございます。で、あとはまあまあ軽くいくか。はい、フー君、ライ君ね、まあこの辺はまあ妖怪ウォッチね、ポーとかやってる人だったらわかるかな。で、ゴーエン、風神、雷神で、覚醒エンラ、エンラ、これ覚醒アンドロイド山田かな。うん、で最後は覚醒空泣きかな。はい、こんな感じになっております。いや、もうこれ見るだけでね、結構山盛りっちゃ山盛りですね。おーい、でこっからがどんなイベントなんっていうとこやけどね、まあ、まずはこれはもう今までね、まあふにふにやってきてる人なら死ぬほど見てきてると思うけど、おはじきね、おはじきがある。ただのおはじきだけじゃなくて、それプラス暴走エンマバトルというのがある。なんかラボにワープとか、まあいろいろ書いてあるんだけど、まあ ZZ ランクの暴走エンマのゲットの仕方なんやけど、これです。まあこれももうね、あーって思う人もいると思うけど、あの武道会とかでね、これよくあるんやけど、まあ、よくあるって言ってもそんなないかな、3回ぐらいかな今まで多分。封印をしていくやつ、あのリンネやね、一番初めで言うとリンネのやつです。はい、封印をこれしていって、で暴走エンマがどんどん弱くなるよね、これ封印が埋まっていくと。ただこれ9個もあるから、いつも5個とか6個とかなんやけど、これ9個もあるからやっぱ相当強いんじゃないかなと思いますね。はい、なのでランク ZZ はガチャではない。そう、倒さないといけない、倒して暴走エンマをゲットすると。めっちゃ強いと思うね。もう今回もさ、地獄無数とかあったと思うけど、まああのぐらい、むしろそれ以上の強さになっているかもしれません。で、あとは、マップ、マップは別にいらないかな。この荒くれ街道かっこラボって書いてるけど、おそらくここに行ったら暴走エンマのステージがある、まあ、イメージ的にはおはじきプラス暴走エンマのステージがあるっていう感じにしたら分かりやすいかな。必殺技も行こうかな。必殺技は2つあって、これ上が暴走エンマやね、走破滅戦時、おそらく必殺技の声的には走破滅戦みたいな感じかなと思います。はい、で下が、蛇王半極派かな、ちょっと見づらいけども半極派 G だ。これ G 技があるから、これカイラですね、蛇王だから、だからカイラも Z ランクじゃないかなといった感じで、
暴走エンマがさっき言ったようにステージでゲットできるみたいになってるから、おそらくカイラの Z ランクのカイラがガチャなんじゃないかなと思います。まあ普通にいけばね。はい、あとは、新しいアイテムも一応あるかな。なんだこれは、神経験値玉の強い版みたいなやつ、神経験値玉の強い版みたいなやつと、これはなんだろうね、なんかの10周年か、これは多分なんか記念コインみたいな感じだと思うね。おそらく記念コインみたいな感じだと思うけど、一応新しいコイン、新しいコインじゃないわ、新しいアイテムも2つあるといった感じです。何度も言うように1月1日からですね、最後にまとめておくと ZZ の暴走エンマが登場、そしておはじきプラス暴走エンマのステージがあるイベントという感じでございます。でプニの動画はねまだ上げると思います、今年。まあ、プニの最後の動画でね、まあ、もちろん挨拶もちゃんとしたいんでね、今年ありがとうございましたという挨拶とかもしたいんで、まだまだ今年楽しんでいただけたらなと思います。今回は短いですが以上になります。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ